アロハ YouTube。 はい、今日はですね、G クラスの中でも、やっぱり根強い人気の、グレードですね、 G350D をですね、これ今中古で、購入されるされようと検討している方はちょっとぜひ、耳を大きくして聞いてもらいたいなと思うんですけれども、今日はですね、3年落ちの G350D を買って約、3年後にですね車を手放した時の、リセールバリューは一体いかほどかっていう、そういうちょっとお話をしていきたいと思うんですけれども、やっぱり G350 ですね、新車で買うとですね、まあ、車体だけでもやっぱり1000万超えてますので、かなりのやっぱり高額車両ということでですね、まあといっても、まあ、中古車でも、高額車両ですけど、今ですね、今現在のちょうど、市場の方ですね、市場相場の方がだいたい3年落ちの3万キロ以内の G350D、車両本体価格でですね、まあちょっとあの安めの、もので お話しすると車体価格でだいたい850万円っていうのが、あります。で、まあ、買う時なので、まあ、それに、その販売所費用だとか、オプションとかが、まあ、プラスになるんですけど、まあ、リセールを考える時は、まあ、車両本体価格で考えますので、車両本体価格だけでちょっと話をさせてもらいますけれども、まあ、約850万円ですねの、金額となります。で、3年後ですね、3年後手放す買取価格、まあ1年1万キロ乗ったと仮定してですね、3年後の買取価格はですね約、560万円となります。その場合のリセールバリューをですね出してみると、65% の、数値となってます。で、これですね、よく言われるのがですね、車っていうのはだいたい1年で、30% ずつ、値下がりしていくよっていうふうに言われてます。で、 G クラスの場合はですね、この3年で約、30%、まあ、35% なんですけど、850万円で買って、560万円で3年後売った場合ですね、がだいたい 35% こう下がってるという感じなんですけど、やっぱりそこから考えてもですね、 G クラスっていうのはすごいリセールがいい車種ですねとなります。で、同じ1000万を超えてくる、まあ、メルセデスの S クラスで比較ちょっとしてみるとですね、まあ、3年落ち3万キロ以内っていうのは、まあ、今の、ちょっと市場で見ると大体700万円ですね。で、700万円で買って、3年3万キロ乗ったと仮定すると買取価格が、330万円となって、ここでの、リセールバリューっていうのはですね 42% ですね。 G クラスは 65% なんですけど 42% となってますので、まあG クラスのリセールがやっぱりすごいいいことがここでも、証明されてるという感じですね。なので、ぜひですね、
G クラスを購入される時ですね、まあその買う時っていうのはどうしても、高い買い物になるので、ちょっと勇気が出ないっていう方もいるかもしれないんですけど、入り口は高いけど出口も高いんで、実際その3年で乗った分で計算するとですね、やっぱり、G クラスっていうのは決して高い車ではないという賢い車だと、僕は思いますので、ぜひその辺をその視点を持ってちょっと、車選びの方をしてもらえるといいかなというふうに思います。はい、ということで今日は、3年落ちの G クラスを買って3年後に、売るとリセールバリューはいかほどかという、そういう話を、させてもらいました。はい、では今日は以上です。それではマハロー。